やっと帰ってきた私今日の朝からずっとここで待ってたの <laughs> 君の帰り待ってたんだよああよかった帰ってきてくれたんだ <laughs> 何って決まってるじゃんより戻すためだよ いやあのね、私は別れたっていうのは認めてないから。私は嫌だって言ってるでしょ君が一方的に別れ告げてきたんじゃん。私は嫌だ、認めてない。だから、もう一度君と話しに来たの。だってこのままお別れは嫌なんだもん。 しょうがないじゃん。だって。じゃあ、どこに行けばいいの君が確実に帰ってくるのは家しかないでしょだから玄関で待ってるしかないじゃん。それとも、鍵壊して部屋に入って待ってればよかったねえ、お願い、もう一回しっかり話そう。私嫌だよ、本当に。落ち着いて話せばわかるって。君がさ、 私を嫌になったのは、私が重いからなんだよね。<laughs> 気持ちが重いから、男の人はやっぱり疲れちゃうんだよね。<laughs> そうだよね。でもさ、でもすぐ浮気するような軽い女よりはいいでしょだって君のことしか見てないんだよ。 え、捉え方だよ。全部悪い方に考えるから、そうやって、なんか、こうダメだって思っちゃうんだと思う。いい面も考えてほしい。ねえ、待って、お願いねえ。ねえ、とりあえずさ、落ち着いて話そうよ。え、私への不満はそれだけ重いっていうことだけ他はないんだよね。 嫉妬する <laughs> 嫉妬はしょうがないでしょねえ。誰だって自分の好きな人が他の異性と仲良くしたりしてたら、そりゃ嫌な気持ちになるでしょみんな一緒だよ、そんなの。<laughs> ちょっと私と付き合ってた時はさ、私しかいないから、何、あのー、うんうん <laughs> だから、こうわかんないんだよ。他の人だって一緒だと思う。ちょっと私が気持ちが強いだけで、でも、一緒だと思うよ。みんな。他の女の子だってそうだよ。嫉妬なんてするって。でも、嫉妬するのに、他の男の人にふらふら行くより、私の方がいいでしょ だって、本当に、君だけなんだもん。ねえ。違う、違うよ。ねえ。ねえ、考え直してお願い。<laughs> 直す、直すようにするから。ね いや、本当に、今度こそ直すから。嫌だもん。君がいない生活とか無理だもん。生きていけないもん。ねえ、お願い、本当に。嫌だ、どかない。どかない、嫌だ、ねえ。今、そういうこと言ってる場合じゃないでしょ私たちの話してるんだよ。 私のことだけちゃんと考えてよ。ねえ。じゃあどうしたらいい私直すって言ってるじゃん。直すから帰ってきてほしいの、私のとこに。<laughs> いやだ、だ本当に、もう本当に、お願い。本当に、もう君がいないと生きていけないの じゃあ、分かった。分かった。最後のチャンスでいいから。最後のチャンス。もう一度、私と付き合って。ねえ。で、本当に次ダメだったら、もうその時は本当に別れるから。でも、もう一回チャンスちょうだい。ねえ。絶対。 絶対、私の束縛も気になれないようにするから。もう、ん君が嫌だっていうとこ直すし。絶対嫌な思いさせないからさ、私に任せてほしいの。ねえ、お願い。<laughs> そっか。 そんなに嫌なんだね。そっか。わかった。わ <laughs> かったよ。うん。ごめんね。なんか、しつこくしちゃって。こんな家の前で待ってて。ごめんね。<laughs> しつこかったよね。ごめん。そんなに、私はもう嫌なんだ。そっか。 分かったうん <laughs> ごめんね今までありがとううんいやー私こそごめんほんとにうん <laughs> ごめん <laughs> 大丈夫うん <laughs> 元気でね <laughs> ごめん ごめん。もうこうするしかないんだね。<laughs> じゃあ、一緒にお家帰ろっか。